今回はですね、いつもは安、えー、売りのクローンブック情報を紹介しているうちのチャンネルですけれども、逆になぜこのクローンブックはなかなか売れないのかということで、まあそういった話をねしていこうかな、あるいは皆さんと一緒に考えていこうかなと思います、えー。その端末は、これはもうね、1ヶ月ぐらい前に一度紹介をしているんですけれども、エイスースのクローンブックで、まあ、これ、e トレンドさんでね、CX の3400という端末があります。 で、これ初売りセールで確かもう2000ぐらい安かったんですが、さすがに初売りセールが終わって、また元の価格に戻ったんですけども、まあそれでも39,908円ということで、まあそんなめちゃくちゃ高いね、クロームブックではないんですね。で、私も一度1ヶ月ぐらい前に、まあまあこの性能で4万円だったら割といいんじゃないのっていう感じで一度は紹介をしています。 まあでもこれが未だに売れ残っていて、初売りセールでさらに2000円ぐらい安かったんですけど、それでもまだ売れ残っていて、まあぶっちゃけ E トレンドさんもそろそろ困ったなという状態じゃないかなと思います。まあだからもしかしたらね、さらに価格が下がるのかもしれないし、まあなんとかこの値段で売らないとね、採算が合わないのかもしれないのでわからないんですけども、まあいずれにしてもね、個人的にはクローンブックだったらまあそんなには悪くないと思うんですけど、でも売れませんよね。売れてないわけですよ。 もう本当にね、やっぱクローンブックとはいえ、あのやっぱり人気のスってすぐ売り切れちゃうじゃないですか。私もね、いろんなヤスリのクローンブック紹介してますけど、すぐ売り切れちゃう端末もあるんですよね。まあそういった中で、これはまあまあいいですよって紹介してるんですけど、やっぱ売り切れないのはそれなりの理由があるからですよね。ということで、今日はその理由について考えていきたいと思います。えまず1つはですね、まあ3パっていう価格、まあ3万9 9 0 0円、厳密に言うとまあ約4万円弱なんですけど、 もうこの価格がクローンブックに出す価格としては高すぎるというふうに思っている方がまあ多いのかなっていうことですね。やっぱクロー b ブックだったらもう2万円とか1万円台だったらいいけどもう4万円だったらっていうところなのかなと思います。まずそれが一つ。単純に価格がもう4万円っていう価格はクロー b ブックだと高いと感じる方が増えてしまう。多くなってしまうということですね。まあ以前中古でですね、 あの、クローンブック。まあまあ、性能がいいクローンブック、ヤフオクにたくさん出てますよって言ったときに、結構多分、あの、落とした人が多いと思うんですよね。だいたい1万円ぐらいで買えた方が多いと思うんですけど、だから1万円ぐらいだったらクローンブックってめちゃくちゃ欲しい人がいるんですけど、4万円になるともう誰もいらないっていう世界なのかなということで、まあ、この端末はそこそこいいんだけど、4万円だと、まあ、売れないのかなというところです。 でもう一つは、でも4万円なんだけど、これコア r e i3 ですよね、と。で、さらに、みんなよくね、ラム四4ガバイトのクロ m e b o o しかないですよね。そんな中で8イトですよ。しかも SSD で1ニッパーですよ。まあたいね、安いクロー o m e EMMC ですよ。それが SSD で1 2 8イトで、かつラムも8ギガで、しかもこれ11世代のコア i3 を搭載してて、4万円じゃ別にいいんじゃないのと。しかも参考価格10万円ですよ、と。 これが4万円めちゃくちゃ安いんじゃないのかということなんですけども、まあ実はこのコア i3 が、これは以前にもね言ってますけど、そんなに性能が高くないんですよ。11台のコア i3 なんですけども、まあパスマークをね、一応参考値で見ていただきたいんですが、これはね、N100 です。N100 のクロームブックってめちゃくちゃ人気あったじゃないですか。まあ3万円台半ばぐらいで、まあアマゾンで売って、レノボのやつね、結構人気があったと思います。まあ N100、ちなみにパスマークで5600です。 じゃあ、このコア r e i3 がどれぐらいのスコアかと言いますと、こちらですね。えー、今回搭載しているね、この c アイス i3 の11世代なんですけども、一応パスマークのスコアは4390ということで、まあ、ちょっとスコア的に物足りないかなというところですね。まあこの辺も、やはり皆さんね、購入する前に調べてね、購入しますので、まあ11世代の Core i3 と言っても性能低いじゃん。 これだったら Amazon で言ってた3万7千いくらの方がいいじゃんっていうね、N100 の方がいいじゃんっていう、まあそういったところにも、まあなってしまったのかなと思います。もちろんあれ、ラム 4GB でね、あとペンにも対応していないので、こちらは、まあ確かにそのね、CPU のところだけ行くともしかしたら N100 よりも劣る部分があるのかもしれませんが、メモリー 8GB、ストレージ1ニッパーさらにこれペンにも対応しています。 まあその辺をね考えると総合的に39,980円って別にやっぱり高くないんじゃないってまあ個人的には思うんですけどでも N100 の Chromebook よりは明らかに売れてないと思うんですねまあサイズが14インチっていうのもあると思いますけどまあその辺でまあ2つ目の理由はまあ言うほど CPU の性能が高くないっていうことですねで3つ目は今言ったサイズがでかいっていうことなんですね Chromebook って多くの方が メイン端末として使ってる人はほとんどいなくて、大体もうサブ端末まあメインにクローン、あの、Windows 持ってて、メインに MacBook 持ってて、まあちょっと出先で簡単な作業をするためのサブ端末とか、まあ一応メインの端末に何かあった時のための、まあ一応ね、やっぱデバイス一つだと心配だから、パソコン一つだと心配だから、もう一台は ChromeOS 持ってようかなっていう、Chromebook 持ってようかなっていう感覚の、要はサブ的な端末。 まあその中で14インチはでかすぎるということじゃないかなと思います。だからクロームブックだったらやっぱちっちゃい、まあ12インチとかね、まあ11インチとか、それで価格がやっぱり値が悪ば2万円ぐらいで買えるやつがやっぱクロームブックの、まあ、一番の売れ筋ということで、まあ要は割と安いんだけれども、皆さんが求めているクロームブック像からちょっと離れたところにいるわけですよ。端末はいいんだけれども、離れたところにいる。よって売れない。まあ結果、 まあ、需要がないっていうことなんですけども。まあ、だからこの端末は個人的にはね、まあ、トータル的に見ればさっき言ったメモリーとかストレージとかペンに対応してるとかフリップ型とかね、まあ、その辺トータル的に見て別に4万円は高くはないとは思いますが、売れない理由はその辺にあるのかなと思います。さて、皆さんはどう思いますかねこのクロームブックが売れない理由は何でしょう この Chromebook の、ね、売れない理由がもし分かる方がいらっしゃいましたらぜひコメント欄にお願いしますまたなんでこの Chromebook 売れないのかなと思っている方もおそらくコメント欄を見るとやっぱり的確なねまあ、意見が結構寄せられていると思いますんでまあ、意外とですね私のチャンネルの Chromebook のコメント欄って Chromebook の情報そもそも扱っているところが少ないのでまあ、そういった中でねコメント欄に本当にね思わぬ情報がね あったりすることもありますので、まあ私の動画を見ていただくっていうのも非常にいいんですけども、コメント欄もね、まあぜひチェックしていただけると、Chromebook ファンの方だと結構マニアックな情報がね、まあよりたりされていることもありますので、まあコメント欄の方もね、チェックをお願いします。はい。今回は以上です。